その2023年度を見たら若干の回復傾向が見られたということなんですけれども、その回復傾向というのはどの程度のものなんでしょうか。続いて企画部にかかる補正予算について要点の説明を求めます。工芸企画部長。それでは企画部の主なものについて説明をします。真ん中あたりにあります JR 線対策事業費は、高立駅での乗車券等販売業務に対する支援補助金を計上するものです。以上で要点の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。委員長。はい、田辺委員。19ページの JR 線対策事業費の高立駅乗車券類販売業務支援補助金についてなんですけれども、これ確か過去にあったものが令和5年度に一旦なくなって、うん、でまた今回復活するという流れなんだと思うんですけれども、これなくしたのは何か理由があったと思うんで、そのなくした経緯の説明と、復活させる理由についてちょっと詳しくお願いします。今回の補正につきましては、地元からの要望がございまして改めてですね検討した結果、切符販売の補助金の方を計上することとなりました。この乗車券販売にかかる補助金につきましては、平成30年の豪雨および新型コロナの影響を受けた頃に始まったものでございまして、駅利用者が回復し切符販売手数料が回復するまでの間、業務継続のためにですね支給していたものでございます。でこの度再度検証した結果、補助金打ち切り後からですね、若干の、手数料の回復傾向が見られることから、市が補助金を出さなくても駅員配置事業がですねこの後運用できる状態に回復できるかどうかについてですね、期限を切って判断するために今回支援することと決定いたしました。以上でございます。はい、昨年度の時点、年度中途ですけれども、その時点で、見たときに2022年度までの状況で、判断をし、その時点ではなかなか回復が難しいという判断をしていましたが、先ほど課長が申し上げた通り回復の傾向が見られるということで今回補正予算の計上に至っております。以上です。豪雨災害で、乗客数が減って販売数が減ってたがために、そこの、売り上げの補填という形で、そもそも作られたという認識なんですけれども、それが回復の傾向が見られるから補助金をつけるという話なんでしょう。すみません、ちょっと僕がいまいち理解できてなくて、ちょっとそこの説明もう一度お願いします。地元からもですね、そういった要望がございまして、再度検討する中、回復の傾向が見られてですね、補助金を支出し、今後期間を区切ってですね4年間状況を見ながらその補助金を継続するか、あるいは廃止にするかという判断をですねさせていただくために、この度支援をすることとなりました。以上です。もう少しもう一度、辞めるに至ったところの考え方のところからお話をしますと、やはりそのもともとはその補助金がなくても、コーダー21 の事業としてそれが成立するということで独自事業で始められていたんですが、急にその災害のこともあって、その切符の販売手数料だけでは回らなくなった。で急にこれをやめるということになると、利用されている方のサービスが急に落ちてしまうというのは問題であろうということで、まず、支援をし始めていたということが最初です。でそこからやはり基本的にはその自立運営できることが条件ということで捉えておりましたので、それが回復していくという見込みがどの程度立つかということを見ていたんですが、先ほど係長が説明をしたように、これ以上の回復はやはり見込めないと、ずっとこれを出していくというふうなことは考えにくいということで廃止をしました。で基本的には
JR としてもその有人の対応ということについてはもうこれ以上続けるの難しいという判断をしております。で、そういう窓口で有人の対応していくということについてはその機械が使える人を置かないといけないという条件もあって、で、JR 自体がそういう窓口を絞るということはそれができる人がこれから出てくるということは可能性としては非常に難しくなっていく、先が、見通せないという現状というのはあります、そういうことも考え合わせて、もうこれもう回復を認めないということで、やめたというのが昨年度2023年度の末の時点です。で、ただ先ほど話がありましたように、地元の方からの要望があったこと、それからその際、昨年度、この取り組みを廃止するというふうに決めた経過も少し短い時間であったんじゃないかというふうなことで見直しの検討をするに至りまして、期限を今回は3年間の間で、回復が見込めないというふうなことになればこれは打ち切るというふうなことで、話を、進めているところであります。以上です。今の部長の、関連の質疑でございますか。質疑でございますが、課長は4年間様子見ると言われたと思うし、部長は3年間と見ると今言われたし、それはよろしいんですが、それはその様子によって使用者が少なかったらこの補助金はやめるということですか、それとも地域、住民のそういう申し込みがあって、やった方がいいって考えただったと思いますが、どの程度の様子の見方ですか、の半額のあれか、思ったような半額とか横並びならやるとかいう、そういう3年4年というんですが、そこらの考えがあったら言って教えてください。事業の補助金の考え方でございますけれども、一応4年間を限度としておりまして、上限額を決めてですね、段階的に金額を落としながら、自立できるような仕組みに持っていければということで考えております。以上です。乗車券販売をやっているところ、高台21というところで、もちろんその切符販売と、もともとここは高原価の指定管理も受けてたと思うんですけれども、その業務が別なのであんまりそのごちゃ混ぜにはできないだろうというのは理解してますが、とはいえ会社全体のその経理の中で、切符販売は赤字なんだけれども、別の部分で黒字になっていれば、そもそも会社の運営として成り立っているんじゃないかというような考え方もあると思うんです。で、そういった中で例えばその切符販売の補助を出す方がいいのか、例えば指定管理を復活させる方が、実は長い目で見ていいんじゃないかというような考え方もあると思うんですけれども、そういったところは特にその指定管理を復活させようみたいな感じは考えられてはないんでしょうか。指定管理についてはどこが受けるかというのは決まっているものではありません。それから、今の JR の、切符販売のところについては、これは高田21が独自事業で、高田21が JR と契約して行っているということですので、ここについて市がどうこうというふうなことも考えておりません。ですので今おっしゃったその全体の高田21の経営状況を見た、を勘案してこの先どうするかということを考えるというのはちょっとやはり別問題ではないかなというふうに思います。同じく高田地域の乗車券販売の件なんですけれども、乗車券の販売額が落ち込んでいて、でこれを地域の要望があって、復活させるというようなところもあるんだというふうに理解しているんですけれども、そのボーダーラインですね、どこまで回復すれば、これはこのまま回復していくと見るのか、上限として4年ですかね、4年ということで、4年後の段階で、どれくらいこの額的なものですね、回復していれば、
見込めるのか、早い段階で見切ることもあるとは思うんですけれども、その傾向を教えていただきたい。どこで判断をするのか。その分岐点の考え方なんですけれども、2017年度の状況がですね、大体切符販売手数料で150万円程度のところがですね、損益分岐点というふうに考えております。で、今回の補助金につきましては90万予算をさせていただいておりますけれども、それが4年間でですね、段階的に下げていきまして、160万円、いわゆる販売手数料で160万円を達成いただくようにですね、一緒に取り組んでいきたいということで考えております。以上です。その2023年度を見たら若干の回復傾向が見られたということなんですけれども、その回復傾向というのはどの程度のものなんでしょうか。2022年と比べてどの程度回復しているんでしょうか。大体100万円程度で推移しておりますけれども、数万円の回復が見込めて、ちょっと V 字でですね、2024年度の推計も含めて大体上がり傾向にあるんでですね、補助金を決定したということでございます。金額的には推計になりますので、ちょっとお答えできないということでございます。今100万円がベースでっていうのは、売上が100万円なんですか。はい、補助金の推移を見ますと、2021年度、この時が120万円補助金を支出しておりました。それが2022年度で106万5千円、で23年度で90万4千円ということで、回復傾向に、補助金が減ってきているので、その分回復傾向にあると。でこれはあくまで補助金は切符販売に対する手数料と、2017年度の月あたりの、平均の差額を支給するものですので、これが減ってきているということは回復傾向にあるということを今現在考えております。以上です。